それでは皆さん、こんにちは。花と申します。それでは、マティーニやっていきたいと思います。まあ、いろいろメンバー試してみたんですが、まあ、結論から言うと、パワー型のキャラクターを入れて殴って倒すっていうパーティーがおすすめです。まあ、特にマモンはかなり強いんじゃないかなと思いました。運悪なんですが、3体とか入れてもいけるにはいけるんですけど、途中の下りとか、まあ安定性を考えるんだったら、まあ2までにしといた方がいいのかなというふうに思いました。で、うまく、こちらゴモラ使ってるんですが、まあない方はミサガミコトとかクシゼロとか普通に使っていいと思います。単純にアジンキラー持ってたので、まあ使えるかなと思ってやってみたんですが、まあ、トータル的には結局うまくの仕事はそんなにないので、まあ何でもいいかなという感じです。で、マモンなんですが、攻撃力アップの、身をつけてないと星をワンパンできないので、まあ、一応過激系何かつけてた方がいいかなと思います。で、攻略なんですが、まあ、まずなんか変な青いプニっぽいやつを、倒すとスピードアップ床が発動します。で、放置してると白爆発が飛んでくるので、まあなるべく、まあ、早めに処理しておいた方がいいかもしれません。で、ボス戦、千代戦やボス戦なんですが、まあ、雑魚処理できるんだったら全然していいんですけど、まあ、基本的にはボスをさっさと倒して、でその後雑魚処理するっていう方がタイム的には無駄がなくていいかなというふうに思いました。はい、ではボス戦です。まあ、ボス戦もさっき言ったんですが、まあ、とにかく基本はボス特攻。で、雑魚を倒せる位置にいるんだったら雑魚処理っていう感じです。で、ボスが、この位置だったらクロスレーザーかな。反射クロスレーザーを撃ってきます。強い攻撃で、まあ、それは一応 HP が多分 6-7 割あれば、まあ、耐えられる攻撃にはなっているので、一番問題なのは、鬼とかが攻撃力アップをしてくるので、それと重複しちゃうと多分即死級のダメージになってしまいます。なのでボスをさっさと倒すか、雑魚をさっさと倒すっていうことをしとけば、基本的には負けることはないんじゃないのかなというふうには思います。で、友情パーティーの場合だとビットンを壊してしまうので、そんなにおすすめしないかなというふうに思いました。そういった意味でパワー型が輝くんじゃないかなと思います。で、マモの場合こんな感じで SS が強い上に回転率がいいので、で、スピードアップもかかるので、かなり雑魚処理にもボス戦にも向いているので、最適なんじゃないのかなというふうに思います。まあ、この SS はまあ正直壊れだなと思うので、まあ、持ってない方は、まあ、フレンドで湧いたら1体でもいいと思うので、あとはナイチンゲールだったり、できればキラー持ちの方が、星の雑魚をワンパンできるっていう意味では便利なんじゃないかなというふうに思います。で、最初なんですが、今ゴモラの位置がこれですね、はまれるのでこれで倒せます。ヒットストップ狙いたい方はここら辺に配置していれば、飛ばせると思いますので試してみてください。はい、といった感じで、マティーニ攻略でした。それではご視聴ありがとうございました。